本日バスター師匠応援曲メドレーセンターリーダーを務めますのはこの男。このところ憧れの野球選手は一度ファンを駆り立て点を取り狙ったところにボールを落とす一度に憧れたまでは良かったものの、大学受験では不安に駆られ点は取れず狙ったところに落とされてしまい、一年浪人そう見事一度になってしまったのでございます。早稲田大学及び本年の旗手を務めます木村太一でございます。に入ってイケメンと付き合いたいと言ってるのを聞いてしまった。それを聞いた私は、実はここに河合塾の前奏技術模試の結果があるのですが、偏差値43から偏差値を70まで上げた。そして早稲田に合格して、卒業式の日に女の子に告白をした。振られた。その子はなんと早稲田に落ちてたし、私はイケメンとしか付き合いたくないと言っていた。私はイケメンじゃなかった。今はその女の子に、自分の顔面のレベルと、学力を上げてくれたことに、私は感謝している。みんなも早稲田に入りたかったら、今ここで私に恋をして一生懸命勉強してくれ。さあみんなで愛好心高める、空割っていくぞ。
감사합니다.